皆さんこんにちは、しなさんです。はい、今回はですね、ちょっととある場所にお邪魔しているんですけれども、こちらがじゃん、ここにも見えてると思うんですが、ニアラボさんにお邪魔しております。ドドタウンを運営しているドドさんが表参道にオープンした初の常設型リアル店舗に待ってます。やっぱドドタウンっていうとお洋服のイメージが強いと思うんですけど、ここではお洋服の販売とかは一切していなくて、じゃあ一体何ができるんですかっていうここではですね、2時間以上1人のお客様に対してプロのスタイリストさんが超パーソナルスタイリングサービスというのを提供してくれる場所になっております。だからこう自分に似合うものを見つけてくれるっていう場所になってて、やっぱファッションって、まあ、好きなものを着る方ももちろんいると思うし、よりこう自分に似合うものを見つけていきたいとか、逆に興味はあるけどなかなかこう自分に似合うものが見つけられなくて困ってるっていう方とかにすごくおすすめな場所になってて、なかなかこういう体験ってできないと思うし、今日は私もちょっとここに潜入してそのサービスを体験していこうかなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速中に入っていきたいと思います。あー来ました、すごーい、かわいい。じゃあ中に行きたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前頂戴してもよろしいですか。しなたんです。はい、しなたんさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。では早速ご案内させていただきます。はい、どうぞ。まずですね、はい、本日あの今来ていただいている格好でまずはお写真を、ビフォー写真を撮らせていただきます。ビフォー写真、はい、それでは参ります。今、はい、もう一枚だけ撮影します。はい、それでは参ります。今、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは早速完成に移っていただきます。はい、こんにちは。はじめまして、よろしくお願いします。スタイリスト武田です。武田さんです、お願いします。それでは早速始めさせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずですね、来ていただく前にカウンセリングシートをお答えいただいたと思うんですけれども、それをもとに ZOZO の AI が導き出したおすすめするコーディネート3体ですね、まず見ていただきます。はい、そこからシナタンさんがお好きな、まあ、好みとか、あとは今日なりたい姿っていうのをスタイリストの武田さんとお打ち合わせしていただいて、今日のスタイリングを決めていきたいと思います。はい、はい、では早速、はい、おすすめの3体見ていただきたいと思います。はい、はい、こちら1体目になります。どうですか、結構なんかストリート感の強いイメージが。確かに、うん、でも結構普段の服装に近い感じかもしれないです。お見分かりそうですね。1体目がなんかちょっとスカートルックですね。可愛い、可愛いですね。あんまりこういったフレアなスカート、ちょっとふわっとしたスカートはそこまで挑戦したことがないので、ちょっと新しい。あ、新しい、いいですね。では最後こちらが、はい、ジャケットスタイルですね。今日はジャケット着てらっしゃるので、よくお似合いになるかと思うんですけれども、武田さんもいかがですか。確かにあの今日のジャケット着ていて、シナタンさんの雰囲気にこう1番、3番目は合っていそうだなっていうイメージあるんですけど、はい、2番目とかはちょっとカラーを使ったコーディネートになるんですけど、こういう色味のあるお洋服も普段着ますか。やっぱ夏はどうしても縮みが気になっちゃったりとかして、ちょっと調整しづらいなっていうのがあるんですけど、冬とかはカラーのニットとかそうですね、はい、海外系のファッションが好きで、ヘイリーってすごくこういろんなテイストをミックスしてるじゃないですか。ジャケットってちょっとがっちりしてるけど、あえてデニムでカラーダウンさせたりとかみたいな、そういうちょっとこうミックスされたファッションが好きで、結構参考にしてます。なるほど、はい、好きなテイストはじゃあそういった感じで。そうですね、はい、今日なりたいお姿で言うと、その今のお好きなテイストをこうアップグレードしていく感じ、全く違うスタイルかというとどんな感じなんですか。せっかくだったらやっぱり普段挑戦しないような、挑戦しないけどでも私に似合いそうなものを見つけていっていただけたら嬉しいです。ヘアメイクさんも今日せっかくいるので、どんな風になりたいかとか、まあ、普段のメイクとかヘアのお好み。基本的に髪の毛がちょっと短めっていうのもあるんですけど、割とストレートヘアが多いので、こじゃれたというか、そうですね、こなれた感じ。ちょっと外国人も、
い出ると思うんです。そうです、ね。それとよりもすごいローも回も効いてくると思う。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速スタイリングに移っていきましょう。はい、では早速スタイリング組んでいきたいと思います。竹さんよろしくお願いします。お願いします。すごいすごいですよ。こちらトップ集、気になるアイテムとかもあったら言っていてくださいね。はい、悩みますね。カラーものは多めですか？こういうのは。そうですね。なんかこういう手紙のものとかどうですか？可愛い、それでもリップになってます。なんかこういうはっきりした色味もシュナタンさんの雰囲気に似合いそうだなって思います。かわいい、うん、お預かりしますね。あとこういうなんかちょっとチュールの素材とかも全然挑戦したことない感じかな。そうですね。ちょっとかわいい雰囲気ですね。かわいい、うんうん、かわいいですね。ピンク普段着ます？ピンクが最近着るようになりました。しかも結構こういうパキッとしたり、やっぱりなんかパキッとしたお色味の方が、うんうん、そんなことないか似合いそうな気もします。そんなことないもん。そう、淡い色味もきっと似合うと思う。ときめく色とか見ていただいて何かあれば。配色？うんうんうん。めっちゃ可愛いな。うん。私もこのボーダーは可愛いですね。ちょっと気になっていました。鏡の前で合わせてみましょうか。はい、あ、素敵。可愛い。可、う、愛、ん、い, い。あ、可愛 い, い。うん、すごい可愛 い, い。可愛 い, いね。でも緑も本当。うん。どうん、ですか？でもありますよ、洋服。負けてないですね、健康にね。あとこういうカットオフのデザインデニムも、たくさん出ているので、そうなんですね。はい、鏡で見てみましょうか。デニムのスカートなら挑戦しやすいですよね、うんうん、そう思います。あ、かわいい、かわいいですね。みたい、気になるトップスありましたか？全然違うアイテムでも、はい、大丈夫です。あれはなんか、うんうん、アイテムとかじゃないんですけど、うんうんうん、結構視聴者さんからもいただくことがあるのは、うんうん、私ってカジュアルで近いとマニッシュ寄りな感じのファッションが多いんですけど、そういうファッションが好きな方のちょっと綺麗めの場所に行く時のコーディネートとかがすごい難しくて、ちょっと行き過ぎかもですけど、例えば結婚式のお洋服とか、うん、そういうコーディネートもちょっと欲しい。そしたらワンピースとかちょっと見てみましょうか。はい、こういうのとかなら挑戦しやすいですね。確かにグレー好きな人、うん、ちょっとマニッシュな雰囲気で ね、うん、でも AI でも結構マニッシュな雰囲気ありましたもんね、3体とも。あとこのベロアのワンピースもいいですよね。可愛いです。あ、素敵。はい、よりなんていうかのはあんまり普段挑戦したことないかもしれない。可愛、うん、らしい印象があって、うん、どうしてもちょっと避けちゃう。そうですね。なんか新しい新しいですよね。はい、シュナタンさんで挑戦してみたい気持ちあります、うん、はい、はい、イエローのワンピースとかも柔らかい印象なんですけど、これにこういうオーバーサイズのジャケットとか合わせると、うん、はい、こう普段のシュナタン的、うん、散歩さもあり、ちょっと新しいドレスアップの雰囲気できるかもしれません。確かに今のジャケットでもすごい良いですよね。グレーとの相性めちゃくちゃいいですね、うんうんうん、かわいい。ハワイイエローとグレーのマニッシュなバランスがいいと思います。すごいですよ、そんなポンポン決められるなんて。新しい、これ私普段全然挑戦したことない感じ。かわいいです、うん、どうですか？どうですか？もしかしたら着てみたバランスで少しあのウエストマーク、ベルトとかを合わせて、うんうんうん、オーバーサイズのジャケットとか着ると、はいはい、なんかあまりこうズルズルした印象がなくて、ちょっとポイントが作れていいかもしれないです。着てみたバランスで。そうですね、はい、はい、それじゃあこれで3体揃いましたかね。はい、はい、じゃあ早速試着していきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、1点目から決めていきましょうか。どれから着てみたいとかありますか？じゃあ最初に決まったローラーの、じゃあ早速これを試着していただきたいと思いますので、はい、試着室にご案内します。はい、こちらが試着室です。わー、はい、広っ。そうなんです。めっちゃ広い。プライベートルームです。すごいね。はい、はい、お願いします。
立ちますね。可愛いですね。一つ一つのアイテムは結構普段も着やすいというか着そうだけど、合わせ方がすごい新鮮です。意外と攻めてるこのカットアウトのデニムスカートもすごい着こなして、うん、本当です。可愛い、嬉しい、ありがとうございます。何枚か撮らせていただきますので、はい、最高です。ありがとうございます、はい、もう一枚いきます、はい、でこのままチキンの方でも、はい、これそのまま入れよね。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速2体目に、はい、2体目どちらにしましょうね。2体目黄色いチャレンジワンピースとベロワー、チャレンジワンピースのですね、はい、ジャケットの方で、あ、そうですね、私物のジャケット、わかりました。マニッシュな感じと、あと AI でもあったんですけど、インナーに柄を持ってくる感じもなんかお好きなテイストかなって思いました。ポケットに巻き仕立てのスカートのバランスもすごいいいですよね。素敵です。ジャケットは普段結構デニムとかと合わせることが多かったんですけど、こういったちょっと女性らしいというか、こんなサテンとかよりも合わせても可愛いですね。可愛い、完成、完成。もう一度撮影していただくので、はい、こちらにお願いします。ありがとうございます。行きます。はい。行きまーす。はい。行きまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに。ありがとうございます。じゃあ最後3体目ですね。お願いしていきましょう。はい。着替えてメイクをして撮影という流れになります。どれにしましょう。どれにしましょう。普段着るようなものもあれば新しいものもあってめちゃくちゃ迷うんですけど、でも私は結構2番目の黄色のサテンのワンピースのコーディネートがビビッと着ました。可愛かったですね。可愛かった、似合ってました。はい、それにお着替えいただいて、はい、メイクに進んでいきましょうか。はい、はい、メイクのお部屋にご案内します。はい、お願いします。はい、どうぞ。うわー、すごい。どうぞどうぞ。うわー、すごい。なんかもう女優さんになってきました。早速やっていきましょうか。はい、ストレートでも可愛いけど履いてもちょっと可愛いかなと私は思ってまして、波ウェーブとか可愛いんじゃないかなと思って、巻いてみてもいいですか。はい、サラッサラだもんね。サラッサラなのよ。そうですか。巻きがね、取れやすいですよね。取れやすいですね。あ、ほら、かわいい、かわいいね。こんな感じで全体的にちょっと巻いていきます。はい、とても勉強になりましたね。すごい、もう見るうちに、うん、動きが出てきた。唇の形もね、ちょっと本当ですか。うん、素敵、素敵ですよね。髪の色が圧縮系とかだと血色がなくなりません、うん、お顔に。確かに。なので髪が圧縮とか灰色系してるときは、はいはい、どっかでちょっと赤みを入れてあげると少し顔色が明るくなるんですね。眉毛がすごい、ちょっと違う感じ。確かに軽い、本当だ、ね、
なかなか見ない感じ。確かに見ない感じ。うん、うん、ちょっと可愛らしい感じになった。なんか所作が変わりそう。ではこちらに行きましょう。完成です。ありがとうございます。ですね、はい、じゃあ早速アフター写真の撮影を次やっていきましょう、はい、最初と同じ位置でまずは撮影させていただいて、その後店内で撮影していきます。はい、うん、素敵です。ありがとうございます。かわいい、かわいい、かわいい、はい、じゃちょっと店内で撮影していきます、はいすぎる。めちゃくちゃいいよね。かっこいい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったですか？めちゃくちゃ楽しかったです。なんかやっぱ自分のお家だけでやっぱ限界あるじゃないですか。お洋服の数とかも。そこに来たらその700点以上もあって、普段自分が思いつかないような組み合わせとかもやらせていただいたりとかして、でこのコーディネートとかも、このジャケット私今日着てきた、実際に着てきた私物だったりするんで、なんかそういうのとかも今後、こういったアイテムに合わせればいいんだとかっていうのも分かったし、とりあえずもう贅沢な時間すぎて楽しかったです。嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、お土産をご用意させていただきました。嬉しい、ありがとうございます。はい、この中にあの今日のスタイリング、サンスタイリングのポイントが書いてあるカードと、あとお取りしたチェキですね。ラボの香りがめっちゃいい香りします。そうなんです。香りのフレグランスも中に入れさせていただいてまして、あとはキャンディーとステッカーですね。かわいい、はい、ありがとうございますありがとうございます。いただきましたすごい、手書きのカードで、嬉しいちょっと家帰ってゆっくり見返します、はい、じゃあまた遊びに来てください。ぜひ、はい、伺います。はい、お帰りください。ありがとうございました。はい、ということで体験が終わりました。本当にあっという間の2時間だったんですけど、普段自分がそれこそやんないようなファッションだったりとか、ヘアスタイルもそうだし、メイクとかもね全部やってもらって、まあ、なんか本当新しい自分を見つけれたっていう感じがして、すごく楽しかったです。さっきも言ったんですけど、ファッションにね悩んでるとか、よりファッションを磨いていきたいとかっていう方にもおすすめなので、ぜひぜひ皆さんも来てみてください。ちなみに2月1日から次回の応募受付が始まるみたいです。でその後も毎月応募期間がねあるらしいので、ぜひぜひ皆さん、詳細は概要欄の方に URL 貼っておくので、公式サイトを見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。